富山市公会堂は、かつて、富山県富山市に存在したホールである。富山市においては、富山大空襲による、戦災以来、多人数を収容し得る公会堂がなく、大規模な会合や行事を開催できなかったので、富山産業大博覧会を起として、富山市長、富川安太郎は、その建設を市議会に諮り、1953年6月11日より、その建設に着手した。基本設計は審査の結果、松田平田設計事務所のものが採用され、鉄道工業株式会社が、その建設を担当した。1954年3月末に鉄筋4階建ての外装は完成したが、工事未了のまま1954年4月11日には、当公会堂において、富山産業大博覧会の開会式を挙行。また、同年4月17日には、富山市公会堂の会場式を再興し、こけら落としの記念公演として、宮中雅楽を演奏した。富山産業大博覧会終了後も内装及び外装の工事を進め、同年11月20日に富山市役所庁舎と共に竣工し、盛大な祝賀会を挙行した。富山市公会堂は、鉄筋コンクリート造りの4階建てで、敷地面積は1125坪、総工費は2億6400万円であった。ブロックスタイルに垂直、ルーバを施し、ガラスを多用した当時最新の建築は、全国有数の公会堂として、日比谷公会堂や大阪市中央公会堂と並び、称せられ、内部には回り舞台や、オーケストラボックス、音響板等の設備を有していた。1956年6月11日には、公費700万円をもって、シネマスコープ映写機が完成し、映画の上映も行えるようになった。また開館から1960年3月までは3階に、富山県信用保証協会の事務所がテナントとして入居し、1987年10月から1989年10月までは、富山市立富山外国語専門学校が別館を校舎として利用していた。1982年11月12日から3月末にかけて、大規模な改修を実施している。しかし、1989年2月26日に、富山市は、公会堂の老朽化を理由に、その改築に乗り出す旨を表明した。折から行われていた富山駅北地区の再開発事業である、富山都市未来計画の一環として、新公会堂は、富山駅北に移転新築することとなり、1992年10月2日には、その基本構想答申案がまとめられた。1993年10月28日には、基本設計が決定し、1994年5月20日は、新公会堂たる、富山市芸術文化ホールの起工式を挙行。1995年10月30日に愛称を、オーバードホールと決定した、新公会堂は、1996年6月28日に本体工事を完了し、同年9月22日に完成記念式典を挙行した。これによって、富山市公会堂はその役目を新公会堂に譲り、1997年3月31日に、富山県立富山高等学校吹奏楽部が、最後の公演、第45回富山高校スプリングコンサートを行い43年の役割を終え閉館した。同年4月からは、その解体工事に入り、1999年8月28日には、その跡地に富山全日空ホテルが開業した。富山市公会堂竣工当時の建築概要は次の通りであった。耐震対策として35センチメートルコンクリートパイルを、用い、防火対策としては、防火シャッターや消火栓30個を完備し、火器及び陶器に用いる空調も備えられていた。富山市公会堂で講演を行ったことがある、坂本九富山市市編纂委員会編、富山市市第3巻、1960年4月、富山市市編纂委員会 AB 富山産業、大博覧会市編纂委員会編、富山産業大博覧会市、1957年11月、富山市役所AB 富山産業大博覧会史、編纂委員会編、富山産業大博覧会史、1957年11月、富山市役所ABC 博物館だより、第3号から1997年5月8日、富山市郷土博物館。富山市史編纂委員会編、富山市史第3巻、1960年4月、富山市史編纂委員会富山市史、編纂委員会編、富山市史第3巻、1960年4月、富山市史編纂委員会富山産業、大博覧会史編纂委員会編、富山産業大博覧会史、1957年11月、富山市役所、遠隔、富山県信用保障協会、2014年2月23日閲覧。富山市立富山外国語専門学校の歩み、富山市立富山外国語専門学校富山市史、編纂委員会編、富山市史編年史、上巻、2015年3月、富山市富山市史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 編纂委員会編、富山市史編年史、上巻、2015年3月、富山市AB 富山市史編纂委員会編、富山市史編年史、上巻、2015年3月、富山市、北日本新聞1999年8月28日付朝刊一面、富山、大手町再開発事業が、関西国際会議場、ホテル協開業より、AB 富山産業大博覧会史、編纂委員会編、富山産業大博覧会史、1957年11月、富山市役所AB 富山市史編纂委員会編、富山市史第3巻、1960年4月、富山市史編纂委員会、ライブ1958から1964。坂本九オフィシャルウェブサイト、2014年2月23日、閲覧。ワレリー・ゲルギエフ式ウィーンフィルハーモニー管弦楽団が、オーバードホールへやってくる。ウェイバックマシン、1976年、アレクサンドローフアンサンブル来日公演。キャッチネットワーク。2014年9月21日閲覧。青年サザンのフラチな社会学。livedata.sas-fan.net。2014年2月23日閲覧。AB、会社概要。富山 FM 放送。2014年2月23日閲覧。ザ・アルフィー、1985アフェクション、オータムツアー。ライブ、イベント、プロジェクチャイ、2014年9月21日閲覧。バイオグラフィー1986、ラウドネスオフィシャルウェブサイト、2017年7月25日、閲覧。トンネルズディスコグラフィー、TN ラウンジ、2014年2月23日閲覧。パーソンズデパートメントストア、ゾーイコーポレーション、2014年2月23日、閲覧。スピッツジャンボリーツアー、とんがり9596。ライブデータ、グラスホッパー、2014年2月23日閲覧。シャランキュー、ライブヒストリー、アップフロントグループ、2014年2月23日閲覧。泰山期の木の下で、1960から1963年、上演作品、劇団民芸。2014年9月21日閲覧。モーリス・ベジャールバレエ団1988年日本、公演。バレエ情報総合データベース。昭和音楽大学。2014年9月21日閲覧。モーリス・ベジャールバレエ団1994年日本、公演。バレエ情報総合データベース。昭和音楽大学。2014年9月21日閲覧。ありがとうございます。